ママさんの場合は膝に負担がかかるので下手には怪我するんですね。でも自然な形っていうのは正しい姿勢、一番大事なことはチャンスボールの場合ですね、はこのこことここがボールはそこを見ながらここで取ろうとするんじゃなくて自分よりここの引きの位置はここへ来てもここの位置、ここからずーっと、はい、間をワンコキンと置けるようなサーブをする。そのためには、このここを上げるんじゃなくて、肘を上げる。肘を上げる。イメージは、ボールどこ叩きますか？ママさんの場合は、とりあえずはここじゃなくて、ブリーグも同じように、この親指は、まあ、極端に負けて、こんなことになることはないんですよ。でも、気持ちは、これがブロックアウトのコツなんですよ。これが前に出して出すが軸足、それ中心で体を回してやる、回転させてやる。これクロスを抜く時も間違いなく、あの練習を間違わないようにきっちりやっていったら技術は絶対に上手くなる。大沢伊代子です。今日は葛和監督にあのプレーのこといろいろ教えていただいて、とってもあのためになりました。それからあの最後にあのメンタルな精神的な部分でもとってもいいお話が聞けて、とても良かったと思います。ありがとうございました。立川由紀子です。今日は私はセッターをしているんですが、なかなか思うようなトスが上げられず、今日は教えていただいて個人的に大変勉強になりました。これをチームに持って帰ってあの活かしたいと思います。ありがとうございました。浜田恵美です。今日は葛和監督に、忘れていたようなフォームや練習を思い出させていただきました。まだまだうまくなれるような希望が持てました。ありがとうございました。詳しくは、このムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。